にちは、チアゴでーす。本日はですね、プロバレエダンサーの一日密着企画なんですけれども、今回はなんと日本ジャパン。日本にもバレエ団いくつかあるんですけれども、今回はですね、東京にあるスターダンサーズバレエ団というバレエ団で働いている塩谷彩奈ちゃんの一日密着をさせていただきたいと思います。彩奈ちゃんとはコンクールでね、昔よく会ったりしてて、そしてなんとですね、実家が目と鼻の先、まあ実家が近いとは言え、なかなかねお互い会えないんですけれども、私も普段会えない彩奈ちゃんのね一日を、はい、見させていただきたいと思います。それでは塩谷彩奈ちゃんでーす。彩奈ちゃん、ちーちゃん、久しぶり。久しぶりね、全然話さへんよな、ほんまに。そう、私たちね、あの実家がもう目と鼻の先というね、もう裏よね、本当に。そう、裏裏やのに全然彩奈ちゃんにも会えてないっていう昔はね、たまになんかあの電車一緒になったり、そうな、2人とも別の教室やったけど、たまたま会ってな、一緒に大阪まで行ったりしてたよな私はあのよくちーちゃんのママにスーパーでお会いした。あ、ほんまにいや、彩奈ちゃん、あの、はい、今日は一日密着を撮影してもらいましてありがとうございました。いや、こちらこそ。いろいろちょっとあの突っかんでいけたいと思います。それでは彩奈ちゃんの一日密着、いってみよう。まずは朝の一杯のお水。そう、朝起きたらまず水を一杯飲む。これって何時ぐらい？だいたい8時ぐらいかな。そうなんや、バレダーのレッスン始まるのって何時ぐらいなの？なんかあの、今はコロナで、2クラスに分けてて、で1クラス目11時半で2クラス目が1時で、ゆっくりなんだけど、いつもとちょっと違う感じなんやね。そう、で彩奈ちゃんは朝コーヒーじゃなくてお茶派？紅茶です。紅茶派。まあ、コーヒーも、ミルク9割のコーヒー1割ぐらいいつもあの苦いのあかん系か、彩奈ちゃんも。そう、ちょっとミルクの方がいいかな。ミルクの方がいいかな。わかるわかる。朝って彩奈ちゃんは基本的には何食べる？がっつり食べる派か？基本的に、まあ、パンとフルーツとヨーグルトがもうお決まりかな。ブルガリアのヨーグルトで。そう、めっちゃ商品名ボーン出してるから商品名ボーン出てんな、大丈夫か？なんかあの食器とかめっちゃ可愛いよな。そう、なんかね、東京来る時にちょっと買い揃えました。インスタグラムとかでさ、おしゃれな人のインテリアとか見て、あ、こんなんいいな、気分だけでもみたいな。あ、これパンやんな。そう、なんかこの日のパンちょっとちっちゃいねんけど、めっちゃかわいい。なんかいやすごい、なんか恥ずかしいね。恥ずかしい。自分の朝 の, あの様子をこうやって客観的に見ることないもんな。見えへんな。これはテレビ見てんのかな。そう、朝はね、だいたい8チャンネル。だいたい8チャンネル、どうでもいいけど。あの、彩奈ちゃんは8チャンネルを朝見るってことで。そうです、はい。で、こちらはもうあれやんな、職場に向かってるとこやな。バレエ団に向かってるところ。お家から何分ぐらいかかんの？あ、それ言ったらあかんか。そんな言ったらあかんな。だいたい、まあ、あの、まあ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 、これはね、あの神宮外苑のね、イチョウ並木。あの、秋とかは綺麗やねんな。そう、めっちゃ綺麗。こちらはもうバレエ団。バレエ団着きました。あ、なんかすごい。そう、なんかね、マンションの、マンションの中にある。そう、スタンダーサ、スターダンサーズバレエ団。なんかこんな感じなんや。そう、あ、なんかチラシとかがいっぱい置いてあるね。公演がもうすぐあるのかな。公演があります。3月公演と5月公演で、5月がコッペリアで、3月がダイバーシティっていう公演で、へー、ぜひ見てください。ぜひ見てください。熱を
そう、熱を測ります。はい、あの毎朝。このレコーマーって私持ってるかもしれない、一緒かもしれん。じゃあ私もね、思ってた。お揃いよね。やっぱ一緒か、生地もどうかなって一緒やんな。これはあれ、毎朝こうレッスン前やってる。そう、なんかピラティスボールで筋トレちょっとしながらみたいな、結構凝る筋肉。そうだね、なんかまあリハが結構長かったりしたら次の日結構足の裏凝ってたりするね。なんか一通りこうストレッチ筋トレ終わったら髪の毛をするっていう、そうルーティンかな。隣のあのダンサーも髪の毛してるな。そう、同じタイミングでした。じゃピンがこれなんか U ピンを一回刺して、なんかめちゃくちゃ曲がったから、あ、これ見せようと思って見せたけど、あんまり動画じゃ分からんかった。いや結構曲がってたよ、伝わった。曲がった。で、レッスンがそう始まってますね。始まりました。レオタードかわいい。スティナー、あ、はい、めっちゃかわいい。そう、あのバレダの先輩の。あー、そうなんや。そう、めっちゃ早いな。そうやねそうやねすごいな。この日の一番早かったアンシェヌマン、これかな。あ、ちょっとついていくの必死。これめっちゃ早いよなって思った、最初見た時。すごいな。そう、なんかもうまず覚えるの必死で、で、あのやりながらどっか一つ多分ミスったらもう置いていかれる思って。もう全部あかんくなる。全部あかんくなる。綺麗やな。いいよ、全然もう。めっちゃ綺麗。モザイクかけてほしい。なんで。アイナちゃんだけゾーンってやっぱ。この日のクラスは、あのバレエミストレスの小山恵美先生のクラス で、でピアニストさんは稲葉智子さんっていう方のクラスでした。毎回違うんかな。そう、一応なんか日替わりというか。あ、そうなんや、ね。この後にいつもリハーサルっていう感じなんかな。そう、綺麗。いやいやいや、こんななんか角度から撮ってめっちゃ綺麗、恥ずかしい。あ、終わりました。終わりました。めっちゃ嬉しいんやけど。やみんなちあこチャンネル見てるから。嬉しい、本当に感謝。やろう言うてうやってもらって嬉しいわ、めっちゃ。え、この日はリハーサルがなくてピラティスを別でやってるっていう感じ。そう、リハーサルなかったから、あの月1回2回ピラティス行っててピラティスしてきました。で、もしそのレッスンがあってリハーサルがある場合は何時ぐらいまで、あのスタジオにいる？基本的にリハーサルは6時までかな。あやなちゃんってこうお昼ご飯とかってさ、どのタイミングで食べてるん？私はね、あの、バレダにいる時はお昼食べないね。あ、そうなんや。そう、あのお休みの日とかはお昼ご飯食べたりするけど、バレダにいる時はあんまり、なんかそのリハーサル前にご飯食べると動けなくなりそうで、私はあんまり食べない。そうか、あの人それぞれだけど。はい、今回ですね、あやなちゃんに1日密着ということで撮影していただいたんですけども、もっとね、いろいろ、聞きたいことがあるので次はですね、インタビューの方で、はい、詳しくお話聞かせていただきますので、よろしくお願いいたします。お願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。あやなちゃんのインタビュー動画も、続々と上がりますので、楽しみにしていてください。今回1日撮影をしてくれたあやなちゃんに、ぜひぜひグッドボタンをよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。 Lucky, lucky, lucky me.